どうしても犯人を言わない気か。俳優秘密の真似をしながら、お前らは誰一人責任を取らない。よし、それもまた立派なことだ。団結心はなかなか見事だ。仲間を裏切らないその態度を褒めてやる。褒美に豪華な運動場50周まだやめろと言ってない。もっちょ、どうしてあんなに怒るの。珍しいよな、あんなすごいよ。来いだよ、来いかい。もう一体何、恋もしてないのか。待ち伏せするとか。だったら奇襲だよ。ほら、信じないみたいに。お前乗り込むのか。いや、僕はまともに戦うっきゃないんじゃないか。まともにやったらかないこないよ。大地あいつらすごくしつこいから。庄司くんに頼もう。庄司くんって誰だ。地元の小学生のすごく強いやつ。農家の息子で俵なんか担げて、中学生なんか張り飛ばしちゃうって。だけどその子になんて言って頼むんだよ。だから俺たちを守ってください。引き受けてくれるかよ。それは分かんないけど。賄賂を送るっきゃないな。ワイロってなんだ。今になって改めて感動するのだが、その時専務はわずか9歳でワイロという言葉をすでに使ったことは、ある種の感慨を僕らにもたらす。一昨年内閣を解散に追い込んだあの一大疑国で逮捕された専務、若干9歳で専務はすでに賄賂という発想を所持していたのだ。その日の分け地蔵夕日の決闘は今でも僕らの語り草になっている。
その日、昭和19年11月1日、一機の B-29 が東京へ初めて偵察に飛来したのを僕らは誰も知らされていなかった。新曲の新編はいよいよ休場を示す。ケンペさんだ、ケンペさんが来てる。最も重大なる局面に。何があったんだ。分かんない。ホームに先生たち集まってる。お前さんも来てるってさ。今散歩機から伊藤先生もいらした。帝国陸海軍部隊は何があったんだ。終わったらしそう。源平さんのチームは帰ってくる。起立。すでに諸君も知っていると思うが、諸君の誰かが書いた手紙が軍に届いた。その内容はここにいる原君が何を血迷ったのか。恐れ悪魔、休め。この度の聖戦に関し、信じられないような不謹慎な発言をしたというものである。半田先生、その話はすでに終わったはずだ。これは原君の問題である。幸い軍に送られた手紙が、早く事態を明るみに出してくれ、原君もその非常識な発言を認め深く反省してくれたので、なんとか事なきを得た次第である。今や戦局は重大な時にある。日本国民、心を一新してこの難局に当たらねばならない。万一今後も今回のような先生の耳に届かぬことがあれば、遠慮せずどしどし、まず先生まで進んで早く知らせてくれるよ。以上。伊藤先生。いや、私は。手島君、君から何かいいことあるかね。何も言うこと
送ろう。お前が手紙書いたんだろう。僕書いてない。絶対。絶対書いてない。さっきオッチョが涙流したろ。なぜかわかるか。オッチョは情けなくて涙流したんだ。オッチョはこそこそ密告するような、そういうことが大嫌いなんだ。秘密のことを人に喋ったり、女みたいに手紙書いたり。僕は書いてない。書かれるかよ。僕は書いてない。書いてない。してない。少ないならそれでいいさ。三平、手紙の犯人は三平らしいぞ。え、間違いないってみんな言ってる。でもだってお前が原さんの喋ったのを聞いた時、あいつもお前と一緒にいたんだろ。それから三平の仲間外れが始まった。三平は誰からも口を聞いてもらえず、しかし平然と絵ばかり描いていた。どうしたの。すいません。どうしたんだよ。ジェシーのとこに来て手紙に書いてあったらしいんだ。東京が空襲受けたらしいって。三鷹の中島飛行機の工場が爆撃でめちゃくちゃにやられたらしいんだ。三鷹の。おい、え、三平のお父さん確か中島飛行機じゃなかったか。心臓がどんどん音を立てていた。みんなはこのことを絶対三平に言うのはやめようと指切りをした。仲間外れにしてもみんなは三平にどこかで根本的優しさを持っていた。だけどこの僕は少し違った。僕は軽率な喋りたがり屋だった。
教えてやりたい、教えてやりたい。その思いが僕を奥底から揺さぶった。教えてやりたい、教えてやりたい。秘密だぞ。原さんが東京に帰されたらしい。この間の事件が原因みたいだ。その晩、初めて西山の上空に照明弾の上がるのを見た。戦争が急に間近に近づいた。お母様、お元気でいらっしゃいますか。今日デュオ部の原さんが辞めました。手島先生が荷物を持って駅まで送りにいらっしゃいました。論説が送るなと通達を出したので誰も送りに来ませんでした。だけどお母様、原さんが辞めることになったのは、本当はといえば僕のせいじゃないかと思います。僕があの晩兄さんにあんな告げ口をしなかったらば、きっと原さんは今まで通り何事もなくここにいられたと思います。あの年の瀬から正月にかけては全ての記憶が灰色に塗られている。東北の冬はどんよりと暗く、ほとんどの僕らは霜焼けにかかった。霜焼けにかかるとおっちょは僕らを西山の町にあるビール屋へ連れて行った。ビールとはすなわち昼のことであり、昼に霜焼けの悪い血を吸わせるのだ。春が近づくと僕らはまた表で手旗信号の訓練に励んだ。僕らはそれを遊びにも利用した。手旗の名人は予備校であり、彼は時々裏山に登ってこっそり三宝寺の女子たちと交信した。それは思いもかけない新しい情報を僕らにもたらした。東京大空襲、死者多数出たもよ。大変だ。誰が行った。いえ、ちょっと地元の人から。地元の人って誰だ。お前は知らない人ですけど。知らない人の言葉なんて信じるな。戦時下には敵のスパイが暗躍する。スパイ？スパイの大きな仕事の一つに流言飛語を流すことがある。つまり国民が不安になるような噂を流して動揺させるという役割だ。だからいろんな噂やデマが飛ぶ。そういう話には耳を貸すな。そういう話を信じる者は敵に味方する非国民だ。本当ですか。本当にスパイが流したデマなんですか。東京が空襲で人が死んだって
それは全部デマの話なんですか？半田先生がそうおっしゃったのなら、それが正しい情報なんだろう。論説。はい。先生たちはこの生活ではいわば君らの親代わりだ。子供の君らに関わるような何か重大な事態が起こったら、その時は君らのためを思って一番良い方法を取ってやるつもりだ。だから一切心配せずに、余計なことは考えるな。先生のおっしゃる一番良い方法というのは、例えばもしも僕らの親が空襲でやられて死んだとしても、それを隠すかもしれないってことですか？隠すことはなるべくしたくないよな。先生、隠すってことはお互いに不信感を招く。人が一緒に暮らしていながらお互いが信用できなくなったら、寂しいことだと思わないかね。そうです。ですから先生は少なくとも隠すことは嫌いだ。隠したり陰でこそこそやったり、そういうことは男として、つまり この話はこのぐらいで打ち切りにしよう。先生はなるべく隠し事をしたくない。だから君たちも隠し事をしないでくれ。先生、寂しいのはわかるが、先生に隠れて脱走計画を練るなんてこともだ。計画？何ですかそれ。聞いたかおめえら、東京の大空襲で亀戸の方がやれたっつうぞ。本当？亀戸のやつら今日学校に来てなかったべ。あそこの府県ずいぶん空襲でやられて死んだらしいぞ。みんなそれから口をきかなくなった。長いこと僕らの敵だったカメフ、アメリカよりもイギリスよりももっと切実に怖かったカメフ。彼らが急に僕らと同じ味方だったのだという思いが。僕ら、オッチャが本部にすぐ来なさいって。どこに？山部光一、参りました。参りなさい。入ります。
座んなさい。山辺。はい。お前のお兄さんが英霊になられたよ。その日のことはぼんやり覚えてる。みんな本堂に集められた。三宝寺の女子も全員来ていた。張り番が立って兄さんのことを喋った。特攻隊の隊員として兄さんが敵の駆逐艦に突っ込み、名誉な戦死を遂げたという話だけど、その時僕はほとんどお話を聞いてるみたいな感じでいたんだ。僕の頭には兄さんと言ったプラネタリウムの星空があった。星空はゆっくりと頭上を回転した。その下に僕らは4人で座っていた。兄さんとひろこと僕と、それから兄さんの隣に座っていた幸子さん。幸子さんの髪の毛の優しかった匂い。高一さん、元気でいらっしゃいますか。お兄さまはお国のために立派にお役目を果たしてくださり、靖国神社に祀られました。今日海軍からお兄さまのお使いになっていた軍用氷が届けられ、その中に遺品が入れられてありました。この手紙と一緒に送ったお守りの中にお兄さまのお遺髪が入れてあります。きっといつでもお兄さまは。この度はお兄さまのこと心からお受け入れ申し上げます。ご丁寧にありがとうございます。だけどすげえな、突っ込んだんだからな。気合の入り方が全然違えな。きっとこの前ここにいらした時もう分かってて覚悟してらしたんだな。だからオッチョのめめしさにがついて。
みんなはあっと言わせることさ。あっと言わせるって。お前のお兄様に続くのさ。僕はもうじっとしてられないんだ。でもそれは相談室からのがいいと思う。相談って誰に？先生たちにか。例えば浦本先生なんか信用しないで。どうして？先生は俺たちの子供だと思って隠せば済むと思ってるからな。そんなことないよ。本当はいつも知ってんだよ。俺はもうとっくに。うちの父さん多分もういないんだ。どうして？中島飛行機の三鷹の工場が去年の暮れに爆撃受けたからさ。うちの父さん勤めてたからな。それから全然手紙来てない。母さんから23度来たけどな。そのことおっちゃんに聞いてみた？聞いたってごまかすに決まってるからな。おっちゃんが嘘つくない見てられねえよ。俺はおっちゃんって好きだったからな。全員人に言うな。半田先生にも誰にも内緒だ。申し訳ありません。申し訳ありません。申し訳ありません。そこで寝てるのは柿沼か？はい、三平です。
柿沼は君らと一緒に出たのか。